おはようございます。アランです。これから韓国行くわけなんですけど、今回はそのフライト2時間の間に、これ1時間でハングルが読める本ってやつを、フライト2時間の間でこの1時間でハングルが読めるようになる本が本当に読めるようになるのかっていうのを検証したいと思います。それじゃあ韓国行ってきます。はい、どうもアランです。今韓国に着きました。で、飛行機の中で1時間で読めるハングル語ってやつ読んでたんですけど、その成果をちょっとね、ここでこれ上を追う下つちゅちゅちゅちゃチューチャーチューチャーさんチューチャーさんチューチャーさんアンチューチャーさんアンネチューチャーさんアンネで合ってますこれ違うかな、なんか違う気がする。チューチャーさんアンネ、あれ？なんかもうちょっと、あ、これでいっか。これお手洗い、まあ、こんなん日本語書いてあるし、トイレっつって書いてあるんだけど、これあー難しい。え、何これ。あー分かった分かった、これあれだ、難しいやつだ。いだっけ、ウィだから、ほウィひフィ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 さん、何これ、あ違う、フィちゃんフィちゃん知る、フィちゃん知る、むずっ、やべえ、わかんないな。もっと簡単なやつないの。これか、インフォメーション、案内、案内、よし、大体成果はこんな感じです。めちゃめちゃゆっくり、まあゆっくりだけどね、韓国にもう1週間以上、1週間ぐらいかいるんで、1週間ぐらいいるんで、その間にね、まあちょっとでも読めればいろいろ便利かなと思うんで、そんな感じの成果でした。じゃあこれから釜山に行ってきます。